で次、セミナーでむっちゃ喉痛くなるって言っていた講師の方ですね。これは結構ね、まあ、精力的に日本中で活躍されている方だったんですけど、本当20人規模ぐらいの、まあ、室内のセミナーでやった時にノーマイクでねセミナーやってると、あ、じゃねえな、あ、いいのか、ノーマイクでセミナーやってるとめっちゃ喉痛くなってきて、うわーってなってたんですって。で、喉痛いし喉枯れるし、これ困ったみたいなね、かすれるし困ったみたいな。だからノーマイクでやじゃなくてマイク使ってた。だから、マイクを使っていたっていう方だったんですよ、うん、でもできるならコミュニケーションとかね、もうやっぱりもうちゃんとしたいし、マイク使いたくないなっていう風な要望があったんですよね、うん、でその人の声ね、あ、まあ、だからノーマイクでセミナーやりたいわけですけど、その人の声聞いた時に私は別に、え、普通じゃねって思ったんですよね。そんな喉痛くなんなそうじゃねみたいな感じだったんですよ。こっちのね、こういう脳梗塞とか、その声帯麻痺とかっていう感じじゃなくて、え、普通じゃねえすかみたいな感じだったんですよね。うん。だから、じゃあ何やったのかっていうと、まあ、脱力発声はとりあえずやってもらうわけですけれども、これは単純に脱力するってこともありますし、そんな力な入れなくても声出るじゃんっていう話なので、まあ、これはまあマストなんでやってもらうんですよね。これ誰が来てもやるんですけどね、これ。うん。で、それよりもこの人の場合は、地声出して大丈夫じゃないですかみたいな話とか、出した方が楽ですよみたいなね、感じなんですよね。全然そんな喉壊れませんから、普通にもっと出しましょうみたいな感じで、もっと出しちゃえみたいな感じで、全然いけるいけるみたいな。楽勝楽勝みたいな感じで、どんどん声出してもらったんですよ。うん。だから、声をめっちゃ出した方が、むしろ、枯れない。喉痛くならない。楽ですよっていう風に、いうのを体験してもらって、価値転換してもらったんですよね。してもらったというか、価値転換が起こったというか。でもって、まあ、その時のレッスンでやったって、そうかなって感じじゃないですか。で、それでま、何回かやった後に、セミナーやってきました、つって。全然。ノーマイク余裕でしたっていう話だったんですよね。ですよねって感じで。だから、ここで原因は自己ブレーキだったんですよ。大丈夫かな、平気かなとか思ってる段階で、そう思った瞬間にもう力むんですよね、喉って。うん。平気平気と思ってると意外にいけちゃったりとかするんですよ。これがね、脱力になるんですよね。だから結構その自分が本当これ本当に大丈夫かな、ダメじゃないかなとかって思ってる時ってちょっと緊張してるんですよね。これあれ冬道の雪が降った時に、なんかノーマルタイヤでなんかたまたま雪が降っちゃった時とかあるんですよね。私住んでるところがさ、山梨県の富士吉田市ってところなんですけど、まあ、雪降るわけですよね。800メーターぐらいあるんで、標高がね。でそうすると、なんかたまたま雪が降っちゃったみたいな時とかに、もう滑るわけですよ。やばみたいな。雪道一応慣れてるから、ノーマルタイヤでも、気をつけていれば、気をつけていれば大丈夫っていうかね、やばいのはわかる。やばいくなる、運転の仕方はわかるので、そういうことはしないっていうふうにやってれば、まあ、OK なんですよね。とにかく車間距離取ったりとか、とにかく曲がんないとかね、急に曲がんないとか、ブレーキを踏むなとかね、そういうやつですね。うん、ブレーキ踏んだら滑っちゃいますからね。で、滑ったらもうおしまいですから。うん、だから、とにかく、ちょっと滑っても大丈夫なぐらい、もう激車間距離を開けるとかね、うん、っていうのを今やってたわけなんですけど、うん、そうするとね、別にそんなつもりないんだけど、帰ると体バッキバキになってるんですよね。うお、超緊張してたみたいな感じなわけですよ。やってるつもりないけど。うん。そういう感じで、大丈夫かな滑んないかなとか思ってると、もうそれめちゃくちゃ緊張するんですよ。で、その状態で声出すから、そりゃ喉痛くなるよねって感じなんですね。喉がすごい緊張して、声が出しづらくなってるんですね。喉が緊張すると、声帯をね、声帯の筋肉ってちっちゃいんですよ。で、喉の筋肉とかでかいんですよ。うん、だから声帯が喉の筋肉にギュッてこうなんか掴まれて、で動けなくなってるみたいな感じなんですよね。もう大人と子供かみたいなレベルの、筋力差があるんで、もうそりゃ動きにくいよって感じなんですよね、うん、だからそういうのが働いちゃうんですよね。それを別に大丈夫ですよ、大丈夫ですみたいな感じにしてったら全然
ブレーキがないんでスーッと進むという話なんですよね。サイドブレーキ引きっぱで運転したらそりゃエンジン焼けつくじゃないですかって感じなんですよ。うん、だそれが普通にサイドブレーキで下ろそうっていう感じなだけですね。はい、そしたらどんどん出るって感じですね。というわけで全然痛くなくなったんですよね。はい、っていうのが起きます。起きました。であとラスト2日間フルで音量で歌い続けた、ケースですね。これはですね、私の合唱企画ですね。感情解放を特化したような合唱企画やってるんですね。私は合唱やってるんですが、企画やってるんですけど、基本的に抑えるなっていう指示なんですよね。もうどんどん出してこうみたいな感じなんですよ。だから、なんていうのかな、こう、いわゆる音を合わせてとか、歌詞間違えないように音程合わせてとか、よく聞いてとか、ね、そういうのガン無視ですね。いいから出そうみたいな感じ。とにかく出しまくれば、そのうち合う。出しまくって限界越せばそのうち合うっていう進め方ですね。だとにかくバラバラになっていいからどんどん出せみたいな、人に合わせんな、とにかく自分の声出せみたいな感じのアプローチなんですよね。これがね、最初バラバラになるし、最初そんなそんなん出していいのとか、特に合唱やってきた人ほどほど出せないんですよね。でそんな声、そんなめちゃくちゃな声出したら絶対怒られるとか思ってるし、なんかの隣の人からちょっとちゃんと聞けとか、ただ肩叩かれるとか思っちゃうわけですよ。では出せないんですけど、そういうのガン無視してるとだんだん声が出るようになってくるんですよね。でなんかしょぼくれた声出してた人がブワーって出すようになってくるんですよ。すげーみたいな感じになってくる。でも、まあ、バラバラなんですけど最初は。ね、これ最終回まで来るとね、まあ、2日目1日やって2日目の後半とかになってくるともう神がかってくるんですよ。やばーみたいな感じになってくるっていう企画なんですけど、ほんとね、でアッシュだから、まあ、最終的に燃え尽きて灰になるっていうのがね、目標なんですよね。出し切るってのがポイントなんですよ。はい、でそういう企画なんですけど、でここに参加した人たちでとにかく合唱自体がまず初めてですよだったりとか、そもそも普段からあんまり歌ってないんですよっていう人だったりとか、あと声自体もそんなめっちゃ出してるわけじゃないんですよねみたいな人もいたわけですよね。でもうさっき言った通りありえないほど声出しまくってるんですよ2日間で。もう超出してるわけですよね。で私とにかく抑えろっていう指示を一切しないので、もっと出せ、もっといける、どんどん行こうみたいな感じのことしか言わないから、まあ出るわけですよね。でそういう感じでもう2日間もうほぼほぼしかもノンストップで歌いまくるみたいなことをやってるんですが、全く声が枯れないどころかラストに向かって調子が上げ上げになっていくっていう異常事態が起きるわけですね。うおーなんだこんなに声出るんか自分とかってね、みんなすげえびっくりするみたいな感じのことが起きてるんですよね。もう何年だやってんの、その形式になって7年とかかな。合宿自体はね、この、まあ、この名称じゃなかったんですけども、合宿自体はもう20年やってるんですけど、まあ、そんな感じなんですよね。どんどんなんか謎の感じになってきてしまったのですが、まあそういう感じですね。丸出し OK って感じで、もうとにかく全部むき出しみたいな、自分出しまくりみたいな感じのことをやりまくっていくっていう場です。はい、こうしてでこれで全然声枯れないですよ。でむしろ調子よくなってくるみたいな感じなんですね。でこれがさっきと同じでノンブレーキなんですよ。ノンブレーキ、合わせなきゃとか周り聞かなきゃとかっていうことをやるってものすごいストレスっていうか、なんていうのかな、このブレーキかけちゃうんですよね。いや車の運転だったらやばいんで、そんな上げ上げやめてくださいって感じじゃないですか。周り見ろみたいな、標識見ろみたいな感じじゃないですか。だけど飛び出しとかね、もうなんかかもしれない運転ってやつしてくださいって感じなんだけども、合唱とか歌でそんなことやんなくていいですよって話になったら、そこに向かっそこにかけるブレーキにねエネルギー使わなくていいんで、もうね出すしか使わなくていいから楽なんですよね。すげー出ますよ、ありえないぐらい。はい、でそうするとねブレーキないからこれ枯れないですよ。本当にびっくりしますね。でね、ちょっと喉痛くなるなとか、なんかかすれるなみたいな感じでも全然歌えますし、なんかね、我慢しながら出した時の痛みじゃないんですよね。単純に疲れたみたいな感じ。で、喉おかしくなったりとかね、あんましないんですよね。まあ、みたいな感じですね。とにかくね、ノンブレーキやばい。ノンブレーキだと、これなんですよ。脱力するんですよ、要は。脱力してるんですよ。必要な部分に力がどんどん入ってくるんですよね。で無駄な力がどんどん削ぎ落とされていくって感じなんですよ。で
普段からそんなに声出してない人の場合は、声帯もやっぱ筋肉だし、筋肉ってそのなんだ、粘膜にね覆われてますから、この粘膜がちょっと薄いんですよね。うん、だから若干ガサガサとかはするんですよ。でもね、嫌な痛みじゃないんですよね。うん、そういう感じですね。だからね、最後が一番いい演奏になるんですよ。いやこれすごいっすよね。いや楽しいみたいな感じですよ。はい、ということでですね、まあ、今回ですね、いろいろなケースをですねお話しさせていただいたんですけれどもね、脱力ほんとすごいんですよ。ほんで脱力してなくて力んでるせいで本来の力が出し切れてない人ってむちゃくちゃ多いんですよ。うん、私もねだいぶ脱力することを、まあ、ずっとやってきた上で、ほんとポテンシャルはね出し切れるようにはなってきたんですけど、それでもねまだ全然いけるはずなんですよね。まだここで力むなとか、なんかこういうのが来ると力んじゃうんだよなとかね、音形とかね、歌詞とかね、うん、余計な部分、なんかちょっとうまく見せてやろうとかね、ちょっと聞かせてやろうかとかみたいな、そういうこうなんか、なんかのエゴみたいなやつが出過ぎた時とかに、なんかうまくやってやろうかみたいなやつが出した時に、あの力んじゃうんですよね。ほんと、人間ってあれだなって感じですね。よく見せたいんだな、自分みたいなのがなかなか抜けきらないんですけど、そういうのから、まあ、だんだんこう、解き放たれてくると、ほんとね、どうでもよくなってくるんですね。いい意味でね。うん。で、そうなってきた時に、ほんとね、生きやすくなってくるし、で、脱力するっていうのは、ここでは、まあ、今回声の話してましたけれども、声と生き方ってほんと同じなんで、脱力できない人っていうのは生き方でもね手が抜けないっていうか頑張っちゃうんですよね。だからガチガチみたいな方向になっちゃうんですよ。うん、だから考え方も固くなったりとかしますし、うん、なんかねやり方を一個決めたりなんか曲げらんないとかね、うん、本当はこれじゃなくて違う方向でやってもいいんだよとかね、そんなん頑張んなくてもそんなみんな助けてくれるよみたいなやつがなかなかできなかったりとかするんですよね。でそういうのが脱力の発声の練習をねこうしていくことによって、あ、こんなに力入れなくてもいいんだ、力入れない方が成果出るんだ、でその方が気持ちがいいぞっていうことにだんだん気づいていくっていうワークにもなっていくんですよ。だからね、脱力の声が出せるようになってくるとほんとね生きやすくなってくるんですよね。だから声と生き方ってほんとつながってるなっていうのがね、めちゃめちゃ面白いなっていうふうに感じています。はい、ということで今回ですね、脱力の威力ということでお話ししてみました。ぜひですね、頑張りすぎてるなーっていう感じの人とかは、ぜひですね、この中のダラーっとする時間とかね、ぜひ取ってみてください。ということで今回は以上になります。ありがとうございました。